動きすぎて。ついてる方がいらっしゃいます。なんか天然な方なのかなっていうのは結構この期間中で入戸籍さんが見れたのかなと思います。ありがとう。ティナさん、僕この作品で初めましてだったので、はい、ボブの印象が皆さん多分すごく強くあると思うんですけど、僕としてはその役の長い印象が初対面で、その印象がすごい強かったので、うん、短くなった瞬間、その映画が完全に取り切った瞬間に一回エクステを外して、あ、本当はそっか、こんな短かったんだっていうのを感じて、ちょっとこうその時点でニューティナを見つけました。ニューティナ。普段はこっちです。ね、はい、最近ようやくもう見られました。逆にすごく懐かしいなと思いました。楽しいお時間というのは早いもので、うん、これからまたね、二度三度見ていただく皆様にですね、はい、メッセージなどをいただきたいなと思うんですけれども、よろしいでしょうか。じゃあ、小関さんからお願いします。はい。たくさん言ったからな、何かな。でも昨日23日無事に初日を迎えられまして、届いてよかったなっていうのがまず最初に 思いました。でそれから、まあ、少女漫画原作のすごいなまったな、少女漫画原作のこの S 対 S の作品っていうのはなかなかない気がしていて、このちょっとこう尖った作品が多くの方に届いたら嬉しいなっていうふうに思うのと、まあ見方によってやっぱいろいろこう見え方が変わってくるので、僕としては北見しぐれくんのもうちょっと深い部分も何度も見ることによって分かりますし、そういうのをたくさんの方に知ってもらいたいなっていうのと、何よりやっぱハッピーな気持ちで見てほしいので、もし時間があればまた見てください。ぜひ今日のこの帰り道余韻に浸ってください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。では皆さんお願いします。はい、昨日からみんなでその舞台挨拶を6回もやらせていただいて、今日ここ名古屋でこう一旦締めになるっていうのがすごく寂しい気持ちでいます。でみんなこう上映後なので今温かい気持ちでいると思いますが、その温かい気持ちをぜひ周りの方だったりとか、まあ、SNS につぶやいてもらえると私も拾うことができるので、ぜひ少しでも多くの人に見ていただけるといいなと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。